しました。イルカとアシカとエノスイトリーダーが共演するショー絆をお送りします。エノスイではトレーナーと言わずにトリーダーと呼びます。訓練するのではなく家族や友人のように彼らと遊び世話をし励まし励まされています。一番知りたいのはどうしたらもっと絆が深まるか。一番嬉しいのは今気持ちがつながったと思える一瞬、その一瞬の嬉しさを味わっていただきたくてこのショーをお届けします。トリーターの気持ちでイルカに目を凝らし、アシカの気分で人を観察、これまでと違う世界がきっと見えてきます。新しいドキドキとともにゆっくりお楽しみください。じゃあ今度はダンス行っちゃいますか。お、ダンス行っちゃう。じゃあこの後はみんなで音楽に
に合わせてダンスを皆さんに披露します。それぞれ同じ動きをするので僕たちとアシカたちの動きが揃ってるかどうか見ててください。じゃあみんな準備いい？はい、アミアスケです。君かわいいよ。よし、じゃあやよい一緒にやるよ。ダミキよ、キしておきます。皆さん、ひみこはおいでーっていうところでちゃんと僕のことをしっかりと見てくれてすごく今日来るの早かったです。よかったよ。よし、じゃあこれで僕たち帰ってるね。またねー。はい、またねー。ありがとうございました。よし、帰るよー。ひみこの帰ろう。ありがとうございました。またねー。またねー。楽しかったね。ひみこが最後すごくよかったね。さあ、皆さんいかがでしたか。この時間のマミのダンスはとっても張り切って答えてくれてました。くるくる回るダンス、回転のところ、とても上手だったよ。ありがとう。さあ、ここからはイルカたちの登場です。マミ、イルカ呼ぶよ。イレリー。おやってくるのはイルカと牛らたち。続々と姿が見えてきました。では左側にやってきたメンバーから紹介します。はい、しまもりです。パートナーは最年少のメンバーです。名前はサワと言います。さあ、まだまだ幼稚の服があるんですが、私の列にこんな感じで答えてくれるんですよ。トモロです。僕のパートナーはミレニーです。ミレニーと一緒にいるとうまくいかないことがたくさんあって結構悩むんですけど、でもね、それ以上にすごく楽しいんですよ。桜木です。ここに来ました、ルイ。さあ、今紹介を受けたサワ、ミレニーのお母さんいるか。お母さんだけあってすごく頼りになります。そして、そしてパートナーはメンバーの中で一番大きいセーラー。さあ、体大きいですがね、怖そうですけれども、そんなことないです。とてもね、気持ちの優しい女の子なんで。僕は羽田、そして僕の前にいる2頭は、はい、左側がピック、右側がマリンです。この2頭は息を合わせて2頭揃ったジャンプなんかも見せてくれます。さっきの時間もね、すごいジャンプかっこよかったよ。こんな風に私たちはここにいるメンバーに話しかけたりもしているんですが、この声では会話は通じていません。でも、そんなメンバーに僕らの気持ちが少しでも伝わればいいなと思って、こうやって話しかけたりもします。今からルイに2種類の合図を出して、僕とルイに息を合わせてみますね。では、まだメンバーたちに出してない合図の中でいくつか選んでみましょう。例えば、手を下から前に出すのがお腹を上にして泳いでの合図。
で、足踏み1回は尾びれで水しぶきを上げての合図。さあ、この合図、言葉通りうまく答えてくれるか注目してみてください。まずは、お腹を上にして泳ぐ、人手と背泳ぎのような形の泳ぎですね。尾びれを使っていってらっしゃい。さあ、こんな感じで、ね、綺麗に泳いでみます。ちょっと他のメンバーとぶつかりそうになってかわしちゃいましたね。さらに戻っておいで。泳ぐのが得意とはいえ、このプールの中お互いの場所を意識しないとぶつかってしまうこともある。それでもルイは今見事にかわしてました。今度は3番揃って答えてくれました。じゃあ次です。足の動き、尾びれで水しぶき上げてもらいましょう。ルイ、たくさんの水で頼むよ。わざと水面叩いて水しぶきを上げる。やってはくれてますが、ちょっと勢いがないですね。まだまだルイのやる気を出し切れてないようです。ルイ、わかった。じゃあこの後もっと活躍した姿皆さんに見せたいから、今日は遠山さんと遊ぶ。では答えてくれてありがとう。さあ、いろんなアイスにタイミングよく、そして張り切って答えてくれるかどうか、それはその時のメンバーの気持ちをしっかりとトリーターが掴みきれてるかどうかにかかっています。さあ、マリンがジャンプに行ったのかな。ちょっとマリンのジャンプが高くない。さあ、羽田とマリンはあまりコンビを組むことがありません。でも今日はあえてこうやってショーを通してこの2人で絆を深めようと思ってるんですが、羽田さんまだあまり高くなかったですね。ジャンプはね、ちょっとマリンと今は息が合わなかったので違う。まあ違う遊びと言ってました。ここ重要です。アイスを出す、そのアイスというのはなんかやってくれなきゃダメだよっていうような形でやると、ここにいるメンバーも面白くないです。遊んでるような感触、何をやったら楽しんで答えてくれるかなって考えたアイスを出すのがすごく大事で、さあ始まりました。羽田がマリンの尾びれを持って持ち上げる。よいしょ。はい、マリン。さあ、イルカの尾びれを持ち上げるなんて水族館くらいじゃないと見えないですよね。でも水族館でも見れないかもしれないですよ。泳ぐのに大事な尾びれを持たせてくれるというのは、それだけ僕らを信頼してくれているっていう証拠。さあ、ガラス越し左右に動きがあるのはピックと大橋のコンビ。さあ、ピックのね、この加速する時の泳ぎの力強さ、ここ注目です。尾びれだけというよりはしっかりと全身使って泳いでますよね。これだけ力強い泳ぎで泳いできてくれるというのは、この大橋の動きに集中してくれているという証拠です。さあ、ステージには今度はマリンが上がってきて、羽田がマリンを打楽器にしてますよ。叩いて叩いて、さあ、ああいった刺激に鳴らしておくことで、マリンもね、僕らと一緒にいても大丈夫だよ、安心して平気だよっていうところにつながるんです。ステージに上がるだけでも動きづらくなっちゃうので、怖がって上がってくれないメンバーだっているくらいです。では、そんなメンバーの中で今日は一番左にいます、ミレニーとトモノのコンビ。このコンビがここにいるみんなを代表して練習中の技にチャレンジします。さて、トモロ君、今日ミレニーにやってもらいたいことを教えてください。はい、今日の練習は僕たちトリーターが持ってるこの笛の音が鳴ったら僕の元に戻ってきてねという基本的なことを練習していきます。この笛の音というのはイルカたちにそれで OK だから戻ってきてねということを分かりやすく伝えるために使ってるんですけど、ミレニーはこう近くにいる人が吹いた笛はしっかりと聞いてくれるんですが、遠いところで鳴った笛全然聞いてくれないので、今日はここで僕が合図を出して笛はですね、皆さんの方にいる桜木に吹いてもらいます。それで戻ってきてくれたら今日の練習は OK です。で、桜木さんお願いしますね。さあ、僕のいる位置とステージにいる位置だいたい20メートルくらいですかね。これぐらいの距離だったらこの笛の音聞こえるはず。でもなぜかね、ミレニーこれぐらいの距離のね、笛の音ってね、答えてくれないんです。なので、聞いてくれるかどうか、それはね、ミレニーが集中してくれてるかどうかにも関わってきます。はい、では、合図を出して。はい、じゃあ今日は尾びれを振ってね。
てくれるんですけど、この後です。皆さんも笛の音に注目して聞いててください。では桜木さんお願いします。さあ、じゃあミネニーがね、ベッカが尾びれいっぱい振ってるところでも OK にしたいので、ちょっと見極めましょう。振り多くなってきましたね。じゃあこの辺で、分かりづらい練習なんですけど、すごい良かったです、桜木さん。ちょっと予想外に良かったので、練習これで終わりにします。おっと、皆さんにまた物足りなさそうですが、皆さん、これ本当にと思うので毎日一生懸命練習してるんです。じゃあ本当に練習あったみんな、桜木さん笛吹いてください、吹いてくださいって。で、今日うまくいっちゃったんで、ここでやめにしてあげてください。ね、これ普段聞かないんですよ。今日聞いちゃったんです。あまりにもうまく聞きすぎちゃったから早く終わっちゃいました。でもそれはそれでね、ミエニーが集中してくれていたっていう証拠。じゃあマリンのジャンプ、じゃあこういった動きを今度は音楽に合わせてみましょう。4つの組が順番に合図を回していきますが、音楽に合ったタイミングでタイミングよく答えてくれるかどうか、パートナーのトリーターのタイミングを見計らって合図を出していきます。1番手がステージ中央のルイと遠山、2番手がラスボスのマリン、ハルバ、3番手が左側ミレニーとトモノ、最後はステージ中央ビッグと大橋です。それでは4組順番に見ていきましょう。まずは海からアクション、タイミングいいですね。さあマリンはジャンプかな、ジャンプ、これもいいタイミング。ナンバーズミレニー水しぶき、それはちょっと、皆さんに紹介します。ピックは実は江ノ水で生まれたイルカなんです。江ノ水生まれ4世のイルカ、4世っていうのはピックのお父さんとおじいさんも代々江ノ水で生まれているというイルカで、この水族館生まれ4世が誕生しているのは実は世界中探してもここ江ノ水だけなんです。とても貴重な存在なんです。じゃあちょっとステージ上がってみようか。上がれる、ここ向きになってこっち、おお上手だね。ちょっと尾びれが上がりきってないかな、まだちょっとふわっと変わりようか。ピックは結構自分の気持ちが表に出やすい子というか、つまらない時は本当にすぐどこかに行ってしまうし、私たちが出すサインにもあんまりうまく反応してくれなくなります。その分楽しんでくれている時の反応はすごくいいんです。さっきのジャンプみたいに高いジャンプを飛んでくれたり、私と追いかけっこしている時にとってもいい反応を見せてくれるとすごく嬉しい気持ちになるんです。じゃあ今度まっすぐ上がってきてみようか。 OK、 こっちはとても上手だね。じゃあこのまま横に行ける、こっち OK。 お、今度は全部ステージ上がれたね。上手、ありがとう。なかなかピックと息が合わないことも多いんですけど、その分会った時の喜びは本当に大きいです。こうやって私の合図にしっかり応えてくれた時もすごく嬉しい気持ちになるんです。ピックの張り切っているところ、もっともっと皆さんに見てもらいたいと思います。いいよ、戻って。この後のピックの活躍にも皆さんぜひ期待してください。ピックよろしくね。さあ、先ほどはあれだけ高いジャンプに応えてくれました。この後もこのメンバーがどれだけ息を合わせられるか、ぜひ注目してみてください。それではここからは全員で連続コンビネーションをお見せします。どのペアが特に息が合っているか見てみてください。まずはリズムを揃えて2回ずつ、
回叩く指差し2回さて皆さんだいぶタイミング合ってきました。ではここでイルカが答えてくれるはずです。まずは1回イルカにもっと元気よくそう演出してください。